国営さぬき万能公園国営さぬき万能公園は、香川県中田土群万能町にある四国で唯一の国営公園。1998年4月18日に第一期開園、2013年4月21日に全面開園した。基本テーマは、人間との語らい、自然、宇宙との触れ合い。国営さぬき万能公園は、 香川県中西部の万能町にある日本最大の考えよため池、万能池のすぐ東隣に位置している。園米は漢字の万能ではなく、ひらがなの万能であるが、これは旧万能町が周辺の町と合併して、ひらがなの万能町となるよりも早い。1984年4月に事業採択され、1986年10月に、 建設省四国地方建設局国営サヌキ万能公園工事事務所が発足し、翌1987年10月より工事に着手。1998年4月18日に第1期80.1ヘクタールが開園。その後も整備が進められ、2013年4月21日のサヌキの森開園により全整備事業が完了し、全面開園した。 総面積は350ヘクタール。管理運営は、H25 から27国営さぬき万能、公園運営維持管理業務万能公園マネジメント、共同体が行っている。園内は、自然生態園、風花の庭や日本オートキャンプ協会より5つ、母子認定を受けている、オートキャンプ場、ホット、ステ、ー、万能などいくつかのゾーンで構成されている。 多様な植物が鑑賞でき、季節の花にちなんだイベントも随時開催されている。昇流の滝万能池展望遊歩道をより見る万能池ゾーン内にある展望台からは、蔵刀山や万能池を望むことができる。四国 88km リレーマラソン2015リレーマラソン大会登園のイベント開催、維持管理運営の一部は市民ボランティア組織により行われている。 活動中の組織は次の通り、国営さぬ万能公園国営さぬ万能公園の位置、ありがとうございます。